武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は福岡大学の生物の勉強について話していきたいと思います。生物ですが、医学部医学科は2科目で120分なので、まあ実質60分目安ですね。で、それ以外の学部に関しては70分で1科目という形になっています。で、大問が5題、出題されており、まあ、選択と、まあ、記述がほとんどで、論述は出ることもありますが、まあ、長い論述などはほぼ、出ずですね、まあ、基本的に論述専用の対策はしなくてもいい、形式となっています。ただその分ですね、正誤問題などで、読み取る問題だったりとか、正確な知識を持っているかっていう、まあ、一問一答的な聞かれ方をするような問題などが多くですね、割とそのちゃんと合わせて対策しておかないと、まあ、馴染みがない人も多いんじゃないかなという形の問題となっています。で、割と問題数は多めですね。で、レベル的には、まあ、医学部医学科以外のものに関しては、まあ、最低限日大レベルで、可能であればマーチレベルまでやっておく。で、医学部医学科に関してはマーチレベル程度は必須にはなります。で、まあ、実験考察などの読み取り、などの問題も割と、出てきますので、それが、まあ、論述ではなくて選択だったり記述で答える形であるということを考えると、まあ、早い段階で過去問に触れてですね、その形式に合わせて基礎知識を入れ直すということをやっておくといいでしょう。で、できるだけ問題数が、結構網羅性が高い問題集などに対応しておく。例えばそのリードライトノートだったり、セミナーだったり、まあ、これは他の理科にも言えることなんですけれども、まあ、問題数に対して、結構対応できる、力がないとですね、なんとなく知ってるっていう形だったり、網羅性が低い問題数が少ない問題集で、まあ、ざっと抑えただけだとちょっと全部の問題を処理しきれないかなと思いますので、極力その、まあ、最初にやるのは薄いのでもいいんですけど、その後ちょっと手厚い問題数が多いやつとかでフォローして、まあ、網羅度が高い学習をするように心がけてください。まあ、論述がない分、一個一個の問題の取りこぼしがですね、まあ、あるとですね、そこで響いてきちゃいますので、まあ、ここの大学にちゃんと合わせた対策をするように心がけましょう。以上が生物の勉強となります。